生活を送ることになりました。卒業生の一人、横田玲さんです。親戚のいる山梨県へ避難し、富士吉田市の中学校に入学しました。新たにできた友人たちと元気に新生活をスタートしていました。玲さんは母親と二人で暮らしています。父親は仕事のため南相馬市に残りました。自宅は津波で大きな被害を受け、レイさんが持ち出せたのはランドセルだけ。